去年の木、新見南吉。一本の木と一羽の小鳥とは大変仲良しでした。小鳥は一日その木の枝で歌を歌い、木は一日中小鳥の歌を聴いていました。けれど寒い冬が近づいてきたので、小鳥は木から別れて行かねばなりませんでした。さようなら、また来年来て歌を聴かせてください、と木は言いました。ええ、それまで待っててね、と小鳥は言って南の方へ飛んで行きました。春が巡ってきました。野や森から雪が消えていきました。小鳥は仲良しの去年の木のところへまた帰っていきました。ところがこれはどうしたことでしょう。木はそこにありませんでした。根っこだけが残っていました。ここに立ってた木はどこへ行ったの、と小鳥は根っこに聞きました。根っこは、木こりが斧で打ち倒して谷の方へ持って行っちゃったよ、と言いました。小鳥は谷の方へ飛んで行きました。谷の底には大きな工場があって、木を切る音がビーンビーンビーンとしていました。小鳥は工場の門の上に止まって、門さん、私の仲良しの木はどうなったか知りませんか、と聞きました。門は、木なら工場の中で細かく切り刻まれてマッチになってあっちの村へ売られていったよ、と言いました。小鳥は村の方へ飛んでいきました。ランプのそばに女の子がいました。そこで小鳥は、もしもし、マッチをご存じありませんか、と聞きました。すると女の子は、マッチは燃えてしまいました、けれどマッチの灯した火がまだこのランプに灯っています、と言いました。小鳥はランプの火をじーっと見つめておりました。それから去年の歌を歌って火に聞かせてやりました。火はゆらゆらと揺らめいて心から喜んでいるように見えました。歌を歌ってしまうと、小鳥はまたじーっとランプの火を見ていました。それからどこかへ飛んでいってしまいました。